ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー、ワイヤーリオクラブ。毎週金曜日午後7時30分からは、安全に日々の移動を快適におテーマに、交通安全のちょっとためになるお話の30分、スーシーがナビゲートします。皆様、今日も一日ご安全に。84.2MHz、 街を音で伝える FM ビュー。出会いに感謝、毎日がパラダイス。プッシュー、もう少しで桃の節句。はい、ひな祭りですね。なんか寒さ和らぐね、これから。あー、そうですね。まあ気温計もいい感じではあるけども、うん、やっぱり真冬日は少なくなっていきましたね。そう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 、昼間がね、結構太陽さん、あと昼間長くなったでしょ。長くなりました。ねえ、ちょっとあの11月つらかったね、あの3時半4時でも暗くて。そうですね、まあ、僕はそれが嬉しいですけど。夜が、夜は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 、まあまあまあね。でもこれもうちょっとすると本州から梅の便り。早いですね。北海道梅はね、まだまだ先ですね。はい、うん、なんか梅っていうと、なんか北海道は5月、そうですね、ゴールデンウィーク前後ぐらいですもんね。ですよね。梅の実になるのが7月後半から8月ですからね、本州と3ヶ月から2ヶ月ずれてる。うん、おかしいな、こんだけ税金払って同じ払ってるのにね。まあ時はね、今等しく進んでますよね。あ、そっか、そうそうそう、そうなん、年も同じように取るんですけどね。はい、ですから、ひな祭りとかっていうと、うん、まだ雪とかあるよなとかってね。あります、北海道のイメージですよ。はい、向こうも春ですよ、春。テレビなんか見てもね、いろんなイベントでキャキャキャと子供たち全然時々脇にこうコートかなんか抱えて半袖で歩いてる姿とかあるでしょ。ありますね。羨ましいよね。まあ、といっても僕なんか3月入りゃね、僕の時期ですから。もうバイクですか。ブン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 ですから。早くないですか、ちょっと。いや、去年なんかも3月の6日5日その間で乗ってますから。また雪降りますよ。まだ除雪ですか。まあ私どものね、この胆振地方っていうのは少ない方でありますけども、入学式前後ぐらいにね、また降るんですよね。そうなんですよ。いやー、春が遠い。いや、でもちゃんと確実に春来ますから。そうですね、確実に来るのも、プッシュタイムの時間も来ましたよ。来ますね。いや、待ち遠しかったよ、君に会いたかったよ、プッシュタイム。はい、さあ皆様、プッシュタイムの時間ですよ。お手元にぬもり用意していただきましたか。それでは皆さん、お疲れ様です。今週も来週も楽しくいきましょう。せーの、おい、はい、いただきます。あー、濃いね。コクと香り。出会いに感謝、毎日がパラダイス。金曜日の午後、いかがお過ごしでしょうか。苫小牧の皆様、おはようございます。この番組は健康に関する話題やよく寄せるお悩みをリラックスしながら聞いていただけたらと思っております。お相手は船岡薬局の京野と、アシスタントのティモンキーです。皆さんから健康に関すること、その他のメッセージでも構いません。メールをお待ちしております。842@fmview.jp でお願いいたします。ではのんびり今週もお付き合いください。この番組はあなたの隠れ家、船岡薬局の出会いに感謝、毎日がパラダイス。プッシュー。健康のことでお困りのことありませんか。伊達市船岡薬局ではカウンセリングと最新の検査ツールで治る力を引き出します。伊達市船岡薬局ではアドバイスのほか、自然薬や漢方なども取り扱っています。不眠症、耳鳴り、糖尿病、アトピー皮膚炎、腰痛、ご相談ください。詳しくは船岡薬局で検索を。ゆっくりおくり
出してもらうと思いますが、わからないことも時々ありますよね。成分名やサプリメント、ポリスまでゆっくりとのんびり解説いたします。ゆっくりしていってね。はい、そういうことでございます。パフパフパフって感じですけども、今日も薬の話はないね。できたい。いや、3月というなんか文系みたいなこと言ってほしい。文系ですね。ある種文系ですね。そういえば春なんですけど、ティーモンキーさんは春になったらやりたいこととか、今年目指してること、目標とかありますか？春一番やりたいこと、はい、ゆっくりしたい。あ、去年忙しかったもんね。なんかね、疲れがね取れないんですよね、はい、年齢的に。はい、わかる。アラフィフなもんですか。はい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 。寝てもなかなかね。そうです、ね、食べてもなかなかね。またその日常的に仕事から切り離されたりしないもんですから、はい、ですからもう何も忘れて休みたいです。いや、だって打ち合わせしてる時もたまにほら電話来て、はい、仕事の依頼だとか問い合わせ来てるじゃないですか。そうなんです。便利だけどね、あのスマホっていうのは本当に、はい、便利だけど、だからもう電波のないところに行きたいですよね。あもう今地下歩行空間でも電波あるからね。もうないとこないんですか。そうかもしれない、はい、ある程度全国カバーされてんじゃないですかね。すごいです、そう思ったらね。まあ、峠とかはないでしょうけど、そうそう、時々そう、なんか峠とか僕らバイク出してると、あれ固まる時があって、スマホが飛行機乗ってないとかいいんですか。あ、飛行機でも Wi-Fi が今機種によってだけど、けど外部とのやり取りはできませんから。切ればいいからね、はい、そうだよね、そういうことはそうだよね、そうか、飛行機かもしくは船の沖合出るとか、ね、フェリー乗るとか。そうですね、あの一時だけは旅行って、旅行したら旅行いいですね。外の世界と一回語れるというのがいいですね。そう、あの車にいっぱいキャンピング道具積んで、はい、あのずっとこう桜めがけてやってみたいね、将来ね。はいですね、心豊かになるような。またそういう風にする会社もあるんですってね、うん、そう、 LINE とかもう休みの日とかも飛んでくるから、はい、それだと休みにならないじゃないですか、はい、だから休みの日はもう LINE も全部シャットアウトして、するっていう風にしてる会社もあるみたいですね。体休まるね、頭も休まりますね。そうそう、気が休まりますよね。はいはいはい、あ、そういう風に逆に強制的にやってる会社もあるみたいですね。そういうありがたいところもあるんですね。はい、まあ、確かにね、春ってどうしても気そわそわするんですよ。新たなことが始まったりとか、そう、なんかこうね、落ち着かないことありますよね。だってほら、転勤だとか受験だとかいろいろあるじゃないですか、引っ越しだの、はい、いろいろね、はい、したら引っ越ししてもとかアパート探さなきゃね、こう探さないっていっぱい考えますもんね。そうですね、合格待ちとかね、結構考えるじゃないですか。それでね、こうメンタルがね、はい、ちょっとやられちゃったりとかね、することもありますよね。そしてなんか外場から暖かくなってくるしね、はい、気持ちがこう前向きになるんだけども疲れる時もありますよね、はい、でちなみに春というと何かこう浮かぶ食材ございますか。春といえば、はい、やっぱり吹きのとう。あ、雪の割れ目から出てくる、あの天ぷらがまたうまいだよ、苦くてね、食ってばっかりですけどね。いい話ですよ、吹きのとうね、はい、じゃあもうそろそろ取れるんで、ぜひ今年は吹きのとうで、なんかこう地面のよく太陽が当たるようなところにポコポコポコってこう入るじゃないですか。ふわっと出たくらいのね。そうです、大きくなるくらい前のね。そうです、そこが一番美味しいんですよね。天ぷらにしてもいいし、酢味噌で和えても美味しいしね、はい、また食べ物の話になっちゃったら ねじゃあ曲いっていいでしょうか。出会いに感謝、毎日がパラダイス。プッシュと、皆さんが健康に役立つトークをお送りするんですが、その中であるキーワードが出てきます。そのキーワードの内容を簡単に知っていただき、理解を深めていただければと思っております。本日のキーワードは何でしょうか。はい、ありふれたものでごめんなさい。養生。
養生、はい、養生、皆さんね普通に養生してますかとか、養生養生って使います、言ってますね、あのよくあの家なんかこう補修する時も養生とかね、引っ越しの時にもそうですね、壁のこう角角とか養生って言います、そうでプチプチ入れますけども、プチプチ、はい、あと物を送るね、息子娘に物を送る時も隅っこで新聞紙挟んでみたりとか、はい、プチプチの送ってる、あれも養生なんですけども、養生テープとかも言うんですね、はい、そうですそうです、今回の場合ですね、前回の漢方の時の考え方に根底に養生というのがあったんですよ、はいはい、で養生っていうと何かというと単純です、後ろから読んでみてください、生命を養うこと、おー、そうですね、いいこと言うでしょ、たまにいいですね、はい、健康の増進を図ること、はい、衛生を守ること、うん、はい、つまり日々の生活養生を見直し正すことが真の健康へつながりますよと、はあ、僕はもう納得できてないですね、意外とできないよね、でもね、でもね、でもこれ養生って言葉を後ろから見ると、あ、意外とできてるんですよ、ほう、だって生きるために何してます、毎日食べてます、3食食べてますよね生きるために何してます、夜は寝る、はい、はい、生きるためにトイレも行くし、生きるために仕事もしますですよね、これもある種養生ですよ、はい、だって働かなかったら食べらんないでしょ、なるべく働きたくはないですけどね、まあ、確かにね、生きるためにやってること全てが多分養生につながっていくと、はい、そういう話なんですよ、うん、ですから漢方薬飲むなりだけじゃなく養生じゃなくって、生きるために生命を養うことが養生ですよと、養生ですね、はい、CM の後もこの続きをよろしくお願いいたします。健康のことでお困りのことありませんか、伊達市船岡薬局ではカウンセリングと最新の検査ツールで治る力を引き出します。伊達市船岡薬局ではアドバイスのほか、自然薬や漢方なども取り扱っています。不眠症、耳鳴り、糖尿病、アトピー皮膚炎、腰痛、ご相談ください。詳しくは船岡薬局で検索を。養生、よく使う言葉ですけども、はい、奥深いですね、はい、実はでも最近ですね、よくなんだか税制って言ってセルフメディケーション税制だとか、セルフメディケーションって聞いたことないですか、なんか横文字ありますけども、はい、意味は分かんなかったですね、あれしたら養生ですわ、僕もね、あ、言われてみればそうだなと、はい、自分の健康は自分で作る、守る、うんうん、すごい、セルフメディケーション、養生、あ、イコールなんですね、そうです、国もちゃんと言ってたんです、はあ、なんか保険屋さんとかもよくね、はい、言ってたりもしますよね、まあ払いたくないかどうか別にしても、でもあれ戻ってくる時あるからね、使わなかったら、ね、はい、まあいいんですけども、はい、まあ、例えばですね、どんなに現代医学が進歩したとしても、最終的に私たちの体って自然に逆らえないと思うんですよ、うん、だって雨降ったらしゃあないもんね、そうですね、雨避けるしかないし、はい、雪降ったら除雪しなきゃいけないし、でもある程度雪がないと水も確保できない、雨がないと確保できないと野菜も作れないでしょ、はい、その調和にのっとった生活習慣に変えるしかないんですよ、そうですね、暑かったらやっぱ涼しくするしかないし、うん、寒い時どうします、着る、そうです、はい、それも一つ養生です、はあ、だから人間本来の理想的なね健康を実現するのがベストであると多くの方は思うんですけども、特にこの数年間気づいたんじゃないですか、このありがたさ、そうですね、こうやって自由に話せる、自由に会える、はい、楽しめる、食べられる、そうです、お店行ったら食品も出て並んでる、ありがたいでしょ、時間制限もなく、ああ、そうなんですよ、はい、本当にありがたいですよね、そこで働いてる皆さんにも感謝なんですけども、でもその方たちも生命を養うことの一端を担っていただけてると、うん、素晴らしいでしょう、はい、養生養生って言ってて、はい、世の中が成り立ってるっていう、そうなんです、はい、だから自分一人だけでも成り立たない、はい、例えばですよ、心の持ち方、嬉しいな、楽しいな、はい、食事の質、うんうん、量、ちょっと量微妙だけどあと体動かしてますか、動かしてないです、給与取ってますか、給与もあんまり取ってないです、でも今度どっか行きたいとかあるでしょ、ありますね、そのためなら頑張れるでしょ、そのためにしか頑張ってないような気がします、はい、それが心の持ち方でいいじゃないと最高でしょ、モチベーションってやつですね、そう、モチベーション、その通りです、はい、あと生活環境、今日電気ついたところで暮らせるでしょ、はい、水ひねったら水蛇口出ません、水ひねったら蛇口か蛇口出ますよね、ありがたい話ですね、ありがたいですよね、
でも誰かが働いてきたおかげでしょ、おかげさまでしょ、はい、だから結局何でも取り込むんじゃなくて、何が足りないのか何が多いのかをしっかりと現状分析する、うん、これも養生法の一つ、養生なんですよ。いや、いろんな意味が出てきますね。そうなんです。ですから例えば漢方にね、いろんな言葉があるんですけども、はい、同じ病気でも人によっては処方する薬が違ってきます、漢方薬なんかで言うと、はい、また反対に一つの薬でも様々な病気や症状に楽になることもあるんですよ。そうなんですね、はい、で例えばじゃあ便秘になりました、下痢になりましたっていうと、はい、便秘になったら大抵欲しいものは下剤ですね、はい、じゃあ下痢になったら下痢を止めるには下痢を止める薬が必要でしょ、はい、これが西洋医学でいうとこの下痢止めは下痢を止めるためでしょ、はい、便秘の時のものは下剤ですよね、はい、でもこれがですね漢方薬に面白いものがあるんですよ。えうちの薬局にもあるんですけども、はい、運びるとですね、下痢にも軟便にも便秘にもどっちにも何にも効く、双方向なんですよ。どういうことなんですかね。不思議でしょ、で普通下痢止めなきゃいけないじゃないですか、はい、じゃあ下痢止めじゃないですか、便秘なら詰まってるか出せなきゃいけないですか、両方にっていう、魔法ですね。両方双方向行くものがあったりするんですね、それがまた漢方薬の面白いとかあったりもするし、体っていうのは多いものは減らさなきゃいけない、はい、体重も含めて、で少ないものは足さなきゃいけない、はい、栄養ビタミンミネラル含めてってことなんですね、はい、それが重要なんですよって、養生のポイントですよと。習慣見直せますかって。見直せないですね、はい、で見直せないとちゃんと分析しますよね、はい、この分析が大切なんです。あ、見直せないよなっていう自分で思っていることが大事なんですね。そう、それも養生につながる。あ、じゃあどうしようかな、ちっちゃいところからでいいんですよ、はい、早く寝なきゃいけないなでもいいし、早起きしなきゃいけないなでもいいし、ほら薬いらないでしょ。薬いらないですね。運動すればね、薬いらないですもんね。そう、でもどうしても必要な時は薬も必要でしょ、はい、でどうしても診察してもらえなきゃいけない、病院も行かなきゃいけないでしょ、はい、ひょっとしたらそれさえも養生かもよ。あ、自分のために何かしてること自体が生きるためと、そこで白黒はっきりつけてもらうことも養生かもしれない、はい、生きるために自分の体を養う、はい、食べるだけじゃなくって根本的にやっていくということが全部つながってるんじゃないですか。養生ってね、一言で言うと、もう大きい意味があるんですね。そう、だから生きることも養生なんでしょうし、生きるためも養生、食べること、はい、寝ること、でも必要な時には病院も行かなきゃいけない、必要な時には船岡薬局にも来なきゃいけない、はい、そこかいって言われるかもしれませんけどもでも意外と私も含めてそうかもしれませんけど、自分の生活習慣って当たり前と思ってて分かんないこともあるでしょ。いっぱいありますね。だからよくお話を聞きながら、あなたにとってはこれこれこうでこうだからこうした方がいいんですよとか、こういう形はどうでしょうかとか、逆に質問も受けますしね、はい、ということは今日の先生は養生アドバイザーってことですね。ある種そうですね、はい、薬の話しないもんね結局セルフメディケーションなんで、はい、自分の体は自分で守りましょうと、はい、最低限でも、でも守りきれなかった時はプロの力を借りたらどうですかっていう話です。コーチですね、はい、養生コーチ。私はプロじゃないとアマチュアなんであの役に立ちませんけども、でも生きるって自分での仕事ですんで、はい、周囲の助けも上手に借りながらですね、助けを借りるだけじゃなくて助けをあげながら、ですから時には薬も必要、時にはサプリメントも必要、時には運動も必要、その時その時で自分流に積み上げる、作り上げるが必要ですよってことなんです。そうですね、そのアドバイザーを今日の先生からもらえるという、はい、綺麗にまとめますね、プロですね。ってことはプロって必要なんですよ。あらららら、僕だけじゃこのラジオの放送は成り立たない。いや本当に勉強になります。ティーモンキーさんのおかげで。出会いに感謝、毎日がパラダイス。プシュー。さあ今回は養生、はい、いやーなんか薬屋さんっぽかったですね。そうでしょ、この話は何回しても僕いいと思います、はい、だって忘れるんだもん人間って。忘れちゃいますね。忘れません、はい、忘れますよね。忘れます。だからいいです、何回も話してもいいから。喉元すぎれば何そうやら毎回覚えられてたら、あー
この前も話したこの人って言われちゃうでしょだんだん相談されなくなるかもしれない。そう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 。あと人間って忘れる生き物だから、はい、毎回毎回その人にポイント掴んで教えてあげたり話してあげないと、あ、先輩前も言ってたけど私やってなかったわって振り返りも必要なんです、はい、だから私たち一方的に押し付けるだけじゃなくってお聞きしながら、あれこの前言ったの忘れたでしょとか言いながらえバレたとかお互いに言いながら、この前あんた言ったよねって言われた時もごめん僕も忘れっぽいんだよ最近って言って笑いを取ると、はい、笑うのも多分養生だと思います。あ、そうですね。そう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 。だって薬屋来て薬の話するのもいいけど、なんか楽しい話も面白いでしょ。そうですね。そうだからある種ね、ある種がこの薬局って変態ねって言われた。薬が必要にするときって、わあ割合こうなんか気分が沈んでるとかそういうこと多いですよね。そうそうそう、でも楽しくなる方が一番いいでしょ。だからこのラジオも聞いてる方にもですね、くだらねえなと思うかもしれないけど、くだらなくていいんです多分。はい。あの難しい話したって僕できないし聞く人も嫌でしょうからいやそんなことないじゃないですか、ね、ラジオだリスラジだレディモとかいろいろありますけども、はいはい、いろんな媒体から聞いていただいたり YouTube 私の見ていただいたりしながらですね、やっと YouTube も、はい、登録者1000人いきましたんで、あ、おめでとうございます。ありがとうございます。パチ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 。あの1000人いくとですね、YouTuber って名乗っていいそうです。あ、そうですか。はい、YouTube を上げてる人の約 20% の人が1000人超えてて、まあ、100万人登録200万人登録の人いますけど、はい、僕みたいな底辺の1000人超えた人間もいて含めて YouTuber というそうです。ようやくピラミッドの一番下に、一番下の仮想に入れました。はい、あ、よかったです、まあ、収益も何もないんですけど、やっと念願の YouTuber と名乗るようになりましたんで、 YouTuber 薬剤師、はい、このラジオを聞いて登録者消さないでね、みんなすぐ落ちちゃうから、みんなはこう解除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 したら、わ、俺また YouTuber じゃなくなるわっていう話もしてるお店ですんで、よろしくお願いいたします。はい、そして相談はもう真面目に、はい、はい、させていただいてますよね、はい、腰痛などの痛み、体調の悩みなどの健康相談、不妊に関する相談は船岡薬局へ、明るい店内と個室完備で安心してご相談を受け止まります。明るい話題もありますね。はい、はい、笑いも取る先生です、はい、ちなみに豚店長チャンネルで YouTube よろしくお願いいたします。はい、そしてご相談は事前にお電話にてご予約をお願いします。電話番号0142-25-7026、0142-25-7026、住所は伊達市船岡町 323-3 です。ホームページや公式 LINE でも情報を発信しています。はい、お気軽にご相談ください。お相手は船岡薬局豚店長京野とティーモンキーでした。では週末の来週も気を抜いてプシュー。